またまた再犯ガシャコンが来ました。まさかの凶悪格闘技の再犯ですよ。しかし再犯ガシャにはあの思い出がががでも持ってなかったので回してみたところ、キンズ、ポンカスという感じで手に入れました。フヒヒサーセン、ちなみにコンカスだと D 角が1回多く触れますね。現地回収だとネットの弾が回復するという強さがあり、まあ銀図でも使えるみたいなので持ってて損はないかなと。では試合行ってみましょい。コモノ、グリムゲルで、出る。はい、今回のマップはアクシズですね。初動はとりあえず1トリエ。代理してくれる人がいるので指示に従いつつ、初ゲルで楽しんでいきましょう。穴から降りない方が1トリは早いんですが、未だに浸透してないのは新規さんが増えた証拠なのかな。この辺の動きはシンクロしがちですよね。突でもなさそうなので、そのまま5トリへ。下側で踏みつつ様子見。センサーでサーチするまでもなく敵さんわんさかですね。ジャスティス君君に決めた。ロックオンして格闘するだけの簡単なお仕事。さてとお次は。神は言っている。ここで死ぬ定めはないと。マジでビビったー。驚かすんじゃないよ。当然ですけどグレイズアインも増えまくりですね。はい、ブースト回復してると勘違いした末路。無事に5が制圧できたのでそのまま2押し。死体に当ててもモジュールは発動するみたいですね。なぜ君はコンテナを運んでいたのか。緊急回避でロック外れると変なところに行っちゃう。まあこの格闘に関してはトランザムエクシアに近いので、初めてでも使いやすいですね。というかまあロックオンしてクリックしてるだけですが、ここで時間指定突の指示が来ました。一旦下がるか死に戻りするか悩み中。考えてるうちに敵さん来たので迎撃。弱体してもカビのルン地雷は超面倒ですね。クレボンさん処理して一旦退避できるか。はい、逃げ切れませんでした。しかし4から A 突指示の時間に切ったし、そのタイミングで敵さんに踏まれてる模様。思ってたより数が多い。若干ひよったけどここは踏み返さねば。味方の増援も来てるので大丈夫そうですね。カビノルンさん、それは逃げ遅れてますせ。ボーナス1キルゴッツさんです。その流れで A 突行きましょい。極力レダにかからないように北端から進行。それに加えて岩で目視も避けつつ進んでいきます。こういう時に三段格闘は移動が早いので楽ですね。代理さんが見のしてくれました。もうこの時点で突はバレバレですね。なのであえて中央側に移動。進む時は最上空からが良いです。弾は急降下で避けやすいのと、防衛さんは先に降りた味方さんに目が行きがちなので、上にいると案外バレない。うへへへ、おいしいんじゃー。機体の色的に超目立つんですが、案外粘れてますね。ロックオンされたら急降下回避開始。しかしお亡くなり。CT 要員のゴーリア君は適当に稼いでカット。A 突の代償として盤面が崩れちゃいました。位置も取られちゃってますね。そっちに行く前にゲルでお得意のネズミ処理へ。隠れてても丸見えですよっと。はい、もう曖昧まで押されちゃってます。というか最近のアクシズは5取れたら1かにも取れる流れ。なんでしょうね、機体と構造の問題なのか。赤ロック時代はそこからリスキルになってたんですが、最近だと割と1かに取ってても負ける時も多いので、意外と迎撃できちゃうのか、そこから押しが弱いのか。正直プロオフまで押されるとやばいんですけど、この辺で雪合戦だけされる分には割と防ぎやすいイメージ。弱体化されてもカビのルン乗ってる人多いのかな。芋掘り格闘行くぞ。はい、めちゃくちゃダサいやられ方しました。そんなこんなでちょっと休憩。チャンネル登録や高評価やコメントくれるとモチベ上がるのでおねしゃす。後半へ続く。はい、では後半戦です。実はさっきの三段格闘外しやつの時、味方さんが密かに A 割ってくれてたの気づいてましたか？これがミスディレクションです。そのおかげで押されてるけどゲージはかなり優勢。カビノルンさんやりたかったけどネット向こうで避けられた。
代わりにルージュさんいただいてなぜか生還、謎のオバヒアスムーブからの目の前地雷の恐怖。いやあガンガン Y 入られてる。さすがに逆転はされないと思いますが油断大敵。というかわちゃわちゃしすぎてて完全に見失いやす。持っててよかったサーチくん。からのネットと追撃格闘。いやマジで楽ですねこの機体。三段格闘が若干癖があるのと、ダメージの入り方が特殊かつ強制点灯なかったりするので、そこの慣れは必要だなって感じがします。フリーダム狙ったらレッドフレームに当たったというね。あとモジュール発動時にマシンガンの威力も上がるので、意外と打ち合いでも強いらしいですが、いかんせん脳筋格闘ブンブン丸の血が騒ぐので、我慢できずに倒しきれる格闘振りに一本、カットされそうだったけどなんとか撃破。もうすぐゲージが飛びそうなところで X 突と Y 来たネズミの反応、Y の防衛に出撃したけどどこだどこだ。サーチなかったら完全に見失ってたところ。ひえいネット外したせいで粘られてる。結構余分に殴られちゃいました。次はフリーダムさんか。今度はネット当たったので格闘追撃。永遠全部外れてキルにならず。お次はキマリスさんか。ネットからの格闘追撃。しょぼくれてる暇はねえぜ。最後に全力で南側から来てる。このゲージ差なんでワンチャンはないと思いますが、きっちり迎撃して勝利したいところですね。敵さんの数がめっちゃ多いので顔出しにくいな。覚醒キュベレイさんがピンチだ。なんとかカット間に合った。しかしキュベレイさんも結局やられて全員を亡くなり。Y 前まで詰められましたがゲージがもうないですね。最後に2キルもらってゲージが飛んで無事勝利。はい初めてのグリムゲルデで遊んでみました。今更な感想ですが強いですはい。バルキリアブレードは範囲が広いので当てやすく、三段格闘は距離を一気に詰められるので、移動手段としても優秀、また割と前の敵を狩って一気に逃げたりもできました。敵の位置もわかるため芋掘りにも適していますね。慣れてしまえば割と誰でも扱える機体じゃないでしょうか。立ち回りは別ですが操作自体は非常に簡単だと思います。なのでガシャ回しても良いんじゃないかなと。運営だよりでも直近販売からのすぐ調整は今後ないようにするとのことなので、欲しいと思ったら回すのもありだと思いました。ただまあまたデバフ期待が増えるのかという心配はあります。このゲームは行動制御と一瞬でやられることの多さが、割とストレスの原因のような気もするので、まあでも楽しいから乗っちゃうんですけどね。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。